アリアは2012年から2014年まで刊行された三田誠によるライトノベル。イラストは有言が担当した。前作、レンタルマギカの刊行中に三田誠が角川スニーカー文庫において新たに立ち上げたシリーズであり、三田誠にとって角川スニーカー文庫3作品目である。第1巻、吸血姫の守り方は2012年3月1日に、 発売された。第1巻の後書きとインタビューと各巻の後書きによれば、前作と同様に設定、交渉魔術交渉として、三輪の清宗が参加している。また、魔法使いを罰する、魔法使いなど、前作に登場する用語、設定が一部登場しており、前作でも2011年2月に刊行された第19巻、魔法使いの妹、 再びにて、白沖名について言及するなど、同一世界であることを伺わせている。2014年9月1日に刊行された第8巻にて、完結を迎えた。作者の事情により当初の9巻完結より1巻、短くなったが、展開を組み替えることにより当初の構想をすべて盛り込むことができたと語っている。二千十三年七月五日発売のファミ通コミッククリアにて、 プロローグ掲載よりコミカライズの連載が開始された。毎月第一金曜日更新。作画は、成瀬義よが担当している。かつてデパートで火事にあった犬見、長せ郎は、かくまわれたおっさんと、全財産をかけて助かるかどうかの賭けを行い、持っていた千円をかける。そのまま助かった、長せ明は千円に強い思い入れを持つようになり、8年後には、 トラブル解決を一回千円で受け負うボディーガードに、なっていた。そんなある日、ハセローは、中華街で雪が折れていた少女ナタを助け、帰船の争いに巻き込まれていくことになる。なお、娘の死に帰船が関わっているらしく、帰船を憎んでいる。レーベルは、角川スニーカー文庫。全8巻。無料ウェブコミックし、ファミ通コミッククリアの2013年7月より、 月1回の連載ペースで連載開始。作画はナ、ナリーエー一郎が担当している。単行本のレーベルは、ファミ通コミッククリア。全2巻。おおむね原作通りに進行している。2014年7月15日発売。ISBN 978から4から04から72万9775から32015年5月15日発売。 ISBN 978から4から04から73380から5ありがとうございます。